遠藤のリバプール移籍についてクロップが間違いなく好きなタイプ。元日本代表 MF 香川真司が、イングランドプレミアリーグのリバプールに加入した日本代表 MF 遠藤航にエールを送った。リバプールを率いるクロップ監督は、香川は新大阪からドイツ一部ドルトムントに海外移籍した際の指揮官。遠藤についてのコメントを求められると航は間違いなくクロップが好きなタイプ。全然やれると思うと活躍に太鼓判を押した。前夜は遠藤の新天地デビュー戦とあって夜遅かったけど見入ってしまいましたと香川。こういう選手がこれからも出て活躍してほしい。必ずやれる。リバプールはエクアドル代表 MF の解説を取れなかったけど、航で十分やれる。それを証明してほしいと言葉に力を込めた。一番説得力があるわな。香川が言うと説得力があるな。いろんなポジションで使い回しが効くから結構重宝するはず。香川さん、リバプールの試合を遅くまで見て、それでこの暑さであのパフォーマンスとは、こっちもまだまだやれますね。カイセドと比較される遠藤を見てたら、アザールと比較されてた香川を思い出した。前世紀の真司はクロップの一番のお気に入りやったやろ。 CL 決勝でバイエルンに負けた時も真司がいれば結果は変わったかもしれないまで言うてた。遠藤航のリバプール移籍には香川もちろんのこと、南野が積み上げた、ベンチ要員でも腐らず出れば守備をサボらず、の日本人勤勉ブランドも少なからず影響してると思う。日本人フットボール業界全体の積み上げって大事。PSG 戦の時もパリの選手無視してその間に優位顔面に頑張れよって握手しに行ってたな。無視された選手は香川の肩叩いて親指でグッてやってたけど、それ見て日本人だけじゃなくアジア人が世界で躍進すんのみたいにやろうな。根っからのサッカー好きだしなこの人。さすがクロップのパイオニアなんだ。